トウモロコシの苗ですね。おはようございます。屋上ファームひろです。屋上もですね、今いろいろと変化を遂げておりまして、今日は全体的にざっとご紹介をしていきたいなと思います。その後はトウモロコシの植え付けもいよいよやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。屋上の様子です、おはようございますって言ったけども夕方の5時であります。さつまいもです。ちょっと水切れが、もう乾燥を好むとは言ってもこのままではすぐに枯れてしまうので、やっぱり水はいつもね、ジャブジャブ与えてはおります。つるがどんどん伸びてきてですね、こんな感じでドーム状に仕立ててるんですけども、もうこれからどうなるのやら。これだけね、まだちょっとのんびり成長してる感じですね。こちらは中玉トマトです。どんどん収穫が進んでおりまして、でもう脇芽もどんどん立ってきてですね、このアーチ仕立てもあまり意味をなさなくはなっておりますが、元気に育ってくれるのが一番ですね。まだまだ頑張ってくれそうですね。こちら人参です。ここに大根があったんですが、とう立ちがバーって始まってしまって、で中の大根も中でねドロドロになっちゃってしまったので、もう土の中で溶かしてしまって、今はもう跡形もないですね。見えるかな、まあ、ちっちゃい人参もできておりまして、この間収穫して食べたらまあまあ甘くて美味しかったです。キュウリがもう水切れ早いな。まあまあこれぐらいだったらまたピーンってなってくるんですけどね。キュウリさん、おいたいたい、これぐらいが美味しいのかもしれないですね。ついついもう一日大きくさせてとったろうってなりがちです、私は。ね、ちょっと曲がり気味のキュウリがこの辺にありますね。下仁田ネギ、まあ、土規制をしてからだいぶがっしりとはしてくれるようになりました。よいしょ太くはなってくれるのかどうか、こう見えても前よりは元気な感じです。成長を見守ります。ナスビです。ナスビがもうだいぶ我が家のは背がね伸びてきました。日本仕立てにしてます。ただやっぱり勢いも落ちてますね、まあ、ちっちゃいナスビができてるんですけども、これもね成長が遅いです。やっぱりなり疲れ感がありますね、まあ、これも何回か水を切らしてっていうのをやってしまってたんで、とっとと更新剪定ですかね、もう丸裸にしてしまう方がいいのかもしれないですね、この暑さだし。落花生です。まあこういうところから花が咲いた後に棒みたいなのがずーんと伸びてきて土にブスッと刺していくと、でその中で落花生が育つという、なので一生懸命土規制をしまして、これ以上なんかね花も咲かないのかなと、だからこのまま待つのみですかね。だいぶわさわさと茂ってはいるんですが、あまり触らずに中でピーナッツができることを祈ってます。スイカです。新大和2号という品種になります。2株植えてまして、まずこちらちっちゃい方から、直径、まあ、13センチぐらいにはなってますね。徐々に大きくはなっていってます。でこちらに至ってはもう15センチ超えてるかなっていう感じですね。火に当てないように葉っぱで隠すようにして今栽培してます。かわいいですね。なんかもう食べれそうな気もしますけども、あとはね急に実がポンって割れたりしないように気をつけたいですね。朝晩まんべんなく水をやるようにはしてます。
あんまりカラカラなところに水をバッてやると実が割れてしまうらしいので。こちらはメロンですね。ムーンライトという品種になります。まあ、直径が10センチあるかないかぐらいですね。と育て方が悪かったのか、ムーンライトっていうか知らん天体が出来上がっちゃった感じなんですけども、ネットが張ってきて面白いですね。どうなるんだろう。こっちにもあります。なので今一株ずつ実ってますね。いや違うな、どっちかな。もう一個ありますね。もう一個のつるの方かな、にもう一つできてました。ここにもあるな。なんか結構、あ、ここにもなんかあった。そうかそうか、いやはや管理がなっていませんね。あ、しかもちょっと待って、うどんこ、やばいやばい、うどんこができてます。これはいかん。とこの時のためにですね、次亜塩素水っていうのを私用意してますので、また急いでかけたいと思います。こちらはニラになります。先日収穫を終えまして、でそこからすぐにまたこうやって生えてくれてます。球根っていうのか、根っこの部分に栄養を溜め込んでるらしくて、まあ、それが今成長のために放出してくれてるっていう状態になってるみたいです。シソとサンチュが植わっていたところですね。収穫を終えまして、土を作っている最中ですね。根っこを一旦ガーって掘り起こして、中に生ごみと米ぬかとカルスと入れて土をかぶせて、こうやって今養生をしています。まあ、こうすることで残ってる根っこも素早く分解されて、また次植えたいものがあった時にすぐに植えられるようになると思います。みょうがです。みょうがもね、この間なんか芽みたいなのが出てて、どっか行った。この辺ね暑いので、ちょっとね枯れかかったりもして綱渡り状態ですね。日陰の方が育成がいいですよね。こちらはラズベリーになります。もうラズベリーも暑さでだいぶくたびれてしまって、そんなにねラズベリーって暑さに強いもんじゃないと思うんですが、実が今は小さいですね。肥料が切れちゃってるのかもしれない。受粉もあんまりうまくいってない感じです。ブラックベリーです。もうブラックベリーが干しぶどうになってしまってます。カッチカチや、はい、こんだけ硬かったも食べれないですね。これ枯れてるのはですね、もう根元から切っちゃってるせいです。今思うとプツンと切ってすぐに撤収しておいた方が、こういう葉っぱが散らからずに済んだのになと。新しいツルが伸びてきて、で今こういう状態と。もっと伸びてほしいんですけども、今成長止まっちゃってますね。こちらはトウモロコシの苗ですね。すごく立派に成長してくれました。そしてこちらはじゃん、前に育ててたトウモロコシの跡地になります。前のトウモロコシを収穫した後に撤収をして、根っこをガシガシとほぐして、生ごみと米ぬかとカルス NCR を仕込んで、で1週間ぐらい置いた後にカキ殻石灰ともみ殻燻炭と米ぬかぼかしを混ぜ込んで、2日3日ぐらい経ったものになります。で根っこが出てしまってます。あ、もうちょっと置いといたら枯れ込むところだったかもしれないですね。危なかったです。中心に穴を掘ります。おー、ふわふわですね。はい、ちょっと水をかけときます。すごい沈んだ。ビタミンつけたままいけるかな。穴開いてるんです。軽っ。わあ、すごい。
カラカラじゃん、大丈夫かな。やはりこんな感じです。で、ね、根っこがここ露出してたんで、ちゃんと根元にも土がかぶるようにします。無事に植え付け終わりました。いかがでしょうか。今晩中にどれだけ活着してくれるかですね。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。夏のお世話、本当に気温が高くて大変なんですけども、皆さん無理をなされないようにしてください。それではバイバーイ。